ブラックボードを時代と戦った教師たちは2012年4月5日から2012年4月7日の3夜連続で TBS 系列にて放送された日本のテレビドラマ第一、夜は21時23時13分第二夜は21時23時9分第三夜は21時23時18分に放送された黒板東京都大田区立途中学校という架空の 中学校を舞台に、数夜ごとに3つの違う時代の黒板の前に立つ、教師を主人公として、それぞれの時代に起こっている、教育の諸問題を扱う教育ドラマ。話を繋いでいくために、数夜ごとに重要な人物が存在しており、第1夜の後藤明13歳は、その後、第2夜で50歳の主人公の教師となり、第2夜の横手良子25歳は、 第3夜で58歳の校長として登場するといったエピソードが前回の最後から描かれるという仕掛けがなされている。第1夜の蒲田駅などは緑山スタジオシティに2時間の単発ドラマ3本分の制作費をかけた約600坪のオープンセットを作成して撮影された。2012年東京ドラマアウォードでは作品賞優秀賞を受賞した。 大田区立と中学校がこの物語の主な舞台。鎌田第一国民学校白浜やそのと大田区立と中学校3年5組、生徒後藤や古沢やそのと大田区立と中学校、保護者その他、ブラックボード時代と戦った教師たち第一夜に関するカテゴリブラックボード時代と戦った教師たち第二夜に関するカテゴリ ブラックボードを時代と戦った教師たち第三夜に関するカテゴリー。ありがとうございます。